はい、皆さんこんにちは、こんばんは、おはようございます、ヤスでございます。白血病闘病生活の気晴らしにね、自宅から動画を配信していきます。この動画でね、白血病になってしまったたくさんの患者さん、そしてそのご家族、お友達が元気になってもらうように頑張っていきます。そして皆さん、この動画配信のきっかけにですね、ぜひ献血骨髄バンクにご協力ください。皆様の血液が必要です。日本全国世界中で YouTube を見ている皆様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、皆さん、アピアランスケアって知ってますかね。まあ、説明を聞くとね、まあ、今となってはもう一般的なことになっていることなんですけども、まあ実はね、アピアランスケアという名前があったということを知ることになります。まあ、アピアランスケアというのはですね、その抗がん剤をはじめとする、ね、薬物療法の副作用によって外見の変化ですね、脱毛とかね、爪とかね、お肌、皮膚の変化などをね、あとは外科治療による傷の変化などがね、そのもたらす患者さんのストレスをね、軽減させてくれるためのケアでございます。まあ、治療のためにね、その見た目っていうのにね、変化が起こってしまってですね、今までとは変わってしまったこの自分を誰にも見せたくないっていう風な感じの思いからですね、その社会とのつながりとか、まあ、人間関係をね、避けるようになってしまうというその患者さんも少なくはありません。まあね、そんな心の状態になるんですけどもね、まあ、最近ね、まあ、今でこそ、まあ、こういったね、アピアランスケアというものがありますけども、まあ、その昔というのはですね、まあ、そのがんの治療のためだからね、まあ、見た目の変化は仕方ないとか、我慢しないといけないとかっていう風なね、声もね、多く聞かれたと思います。まあ、実際にですね、僕もね、その美容室のお客様からね、その相談を受けたことがあるんですよ。乳がんをしてね、抗がん剤治療をされたお客様がおられましたのでね、ウィッグをね、調整させてもらうことがありました。そのようにね、悩んでる患者さんがね、たくさんおられるんですけど、しかしね、まあ、ここ数年でのね、がんの治療法もね、まあ、実は変わってきてるんですよね。まあ、外科治療ではね、その患者さんに負担の少ない手術がね、多くなってきてですね、薬物治療では新しい薬薬っていうのがね、導入されるなどね、まあ、長期にわたる治療であってもですね、患者さん自身になるべく負担のかからないようになってきてます。そのためにですね、がん治療が入院ではなく外来でね、その病院に通うというふうな治療となってきたので、仕事をね、こう継続しながらその治療をすることが可能になったとか、あと嘔吐などのね、抗がん剤のその副作用対策におけるその薬剤の進歩でね、吐き気、嘔吐、熱、しびれなどね、そういった副作用対策がね、結構充実してね、しかもですね、外見にもね、気に回るようになってきました。ほんでね、そういったことで、ね、その薬物療法の進歩でその予後が改善されてですね、自分らしく生きたいというね、気持ちがこう高まるといったね、変化がね、起こってきております。まあ、しかしでもやっぱりね、見た目の変化でね、その仕事での対人関係がね、その難しくなったりとか、まあ、お子さんのね、学校行事への参加とかね、あとまあ、その女性ならではのね、コミュニティなどのさまざまなその社会生活がね、送りにくくなっていることもあります。まあ、このようなことからですね、今までは我慢して見過ごされてきたその外見の変化のケアによってですね、より多くの患者さんが治療前と変わらない生活を維持できるように、アピアランスケアは現代のがん治療には欠かせないものとね、なりつつあります。まあ、そのね、治療によってね、姿形が変わってしまうんですよ。まあ、患者さん自身がね、鏡でこの自分の姿を見てね、改めてね、現実が突き刺さってくるわけなんですわ。で、そんな状態をね、ケアするというのはですね、まあ、これはもう動画の最初にもお話しましたけども、一般的にね、普通のことのようになってきてるんです。まあ、治療中の入院中にもですね、看護師さんや先生から知らず知らずのうちにケアをしてもらっています。退院してからもね、その通院の度にですね、心理的な診察をねしてくれる瞬間もあります。まあ、僕らのようにね、骨髄移植をした患者さんならね、 LTF 外来というね、退院後の生活においてのケアをねしてくれることもねあります。まあ、僕の場合はね、任意で受け入れてるんですけども、まあ、その時でもね、僕らもね、その抗がん剤治療を受けてますので、そらもうね、それなりに見た目の悩みもありますので、まあ、その悩みもね、聞いてもらっています。まあ、男の僕でさえもですね、まあ、少しはね、気にしてしまいますけども、女性の皆さんならね、悩みはすごいと思います。やっぱりね、それやし、まあ、退院直後なんかやったらね、見られることがすごい苦痛ですよね。脱毛があるとね、その自分ががん患者であるということをね、その周囲にね、悟られてしまいますし、こう今までのような対等なね、人間関係をね、続けられるかとね、こう不安をね、抱きます。
それはね、まあ、その他の人と接することでその生じる心理的社会的な、ね、苦痛なんですよ。でこのように特に見た目のケアになりますので、方法としては美容に関するケアになるんですよね。で、まあ、僕は、ね、美容師なので、まあ、ケアする側の目線でね、結構自分のことを見てますので、まあ、他の患者さんらよりは、まあ、気にしてないようには自分自身では感じております。ただまあね、そのまあアピアランスケアを本格的に実施しているといいますか、その LTF 外来のように病院などでね、この受けれる施設っていうのは実際にすごく少ないためにですね、まあ、先ほども言いましたけども、その普段の通院の時に先生からの診察にてですね、心理的なお話を聞いてもらう程度しかありません。まあ、髪の毛、お肌、爪といったね、専門であるそのアピアランスケア外来たるものがね、新設されていけばですね、まあ、悩んでる患者さんらのね、体だけじゃなくてね、まあ、心のケアもできると思いますのでね、このアピアランスケアという名前のね、認知度がね、上がってくれることをね、願いましょう。まあ、そういった感じで今日は以上になります。最後まで見ていただきましてありがとうございました。この動画がいいと思いましたら、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてね、この動画、このチャンネルがよりたくさんの方々に届きますことを願っております。本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。僕は元気でーす。